どうも、イラストレーターの森です。いやー、発売しましたね、iPhone 15シリーズ。私もね、iPhone を6年ぶりに買い替えました。こちらの8から15へ買い替えました。8のサイズ感や指紋認証や、裸で使っても罪悪感のなさが好きで、まだまだ使う気だったんですが、落としてカメラがぶっ壊れました。ということで、6年ぶりにスマホを買い替え。なぜ iPhone 15 Pro ではなく無印なのかというと、まず単純に高くて買えない。この iPhone 15 256GB ですら Apple Care つけた額が16万3600円もします。無理。私はこの値段を見て Apple Care をつけないことを決意。大切に扱えばなんとかなるってことで、 Apple Care をつけず13万9800円で買いました。ギリ許容できるレベル。プロはね、こっからさらに 3.5 万高い。まあそれに、8からなら、どれに変えても感動するだろうし、まだ最上位を知らないワクワク感を取っておきたかった。というのもあります。今回のプロは、思ったよりね、まあ進化してないし、まだその時ではない。そして、無印にした最大の理由が、今年の iPhone 15無印は、プロからたくさんの機能が降りてきて、かなりコスパいい。いや、まあ値段高いけどね。それが許せるくらいコスパいいって感じ。私のような絵描きにもかなりおすすめな仕様に進化している。これは買うしかない。では開封。おー。やばい。かっこいい。てか白いな。色はブルーを選んだんですけど、見た感じ、限りなく白に近い青って感じ。カメラの枠だけわずかに青いです。販売ページの画像が白に近いブルーだったから、どういう色が来るのかなってドキドキしてたけど、画像と同じか、まあ、それより白いって感じです。背面の手触りは少しだけマットな感じ。このように光の反射も控えめ。カメラ枠とリンゴだけツヤツヤ。サイドは背面より滑りにくくなっている素材が使われています。いやー、今まで見た iPhone の中で一番かっこいいわこの色。これはケースつけたくなさすぎる。一目惚れしました。色は正直ブルー感はほとんどないです。名前をつけるとしたら、インビジブルースノーホワイトって感じ。ちょっと中肉臭いかな。持った感じは8からの買い替えなのもあってデカさを感じますが、まあ許容はできる。しかし画面が綺麗ですね。8と15を比較すると、もうサイズ感が全然違う。これが有機 EL か。ではちょっとデータ移行してきます。はい、移行できました。 iCloud で移行したんだけど、最近のスマホはすごいですね。すごく簡単に移行できました。そしてサファリを開いて動作を8と比べてみたんですが、マジでサクサク動く。見てくれこのページの開く差を。8はね、これでめっちゃ早い方です。しばらく8使うと熱持ってきて、文字打つのすらきつくなってきて一瞬フリーズしたりしますが、15はサクサクすぎて感動。これがマシンスペックの差か。スクロールした際の画面については、iPhone15 の無印と Pro はリフレッシュレートが違くて、 Pro は 120Hz、 無印は 60Hz なんだけど、私はね、8からの移行なので 60Hz でも気にならないですね。え、上の黒いのが動いてるわ。これが噂のダイナミックアイランド。 Pro から降りてきた機能ですね。未来すぎないかこれ。黒いのが動いてて、もう気もかっこいいぞ。普段スマホに興味なさすぎて、お店とかでもね、目に留めたことなかったから、進化に感動しちゃうわ。そして iPhone15 はカメラが超進化している。以前の12メガピクセルから、プロと同じ48メガピクセルになっています。撮影できる画素数が1200万から4800万に。いや、メガピクセルって何？って方に、簡単に説明すると、12メガピクセルの写真と40メガピクセルの写真比較すると、まあ、パーッと見あんまり変わらないけど、ズームするとね、細かいディテールが鮮明になってるって感じ。この恩恵は
撮影中にも発揮されます。以前の iPhone だとズームするとね、画質の劣化を感じますが、15だと新しく追加されたこの ×2 を押すと劣化を感じずズームできます。望遠レンズがついていない無印 iPhone はこれが非常に効果的で、弱点が一つ消えました。多少のズームしても画質劣化を感じません。思いっきりズームすると劣化するけどね。それでも以前より美しくなりました。私のような絵描きは外出中、資料や素材になるなーってものはスマホで撮影したりするので、パッキリ撮影されてる高画質の写真はとってもありがたい。線画にトレースできたり、写真加工したり、細かいところを資料として見れたり、非常に便利です。48メガピクセルの撮影のやり方は、設定からカメラ、フォーマット、解像度コントロールをオンにすると、カメラ画面の右上に HEIF 最大というアイコンが出てくるので、これをオンにすれば48メガピクセルで撮影できます。また高効率か互換性優先で HEIF と JPEG の拡張子が選べます。 JPEG の方がフォトショーやクリスタで開けるので、JPEG かな私は。そして今回の15無印とプロから次世代のポートレート機能が追加されました。人物の顔を明るく撮れたり、輪郭を強調できたりします。ぬいぐるみじゃ分かりにくいけど、人で試すと肌が滑らかになったり、顔を明るくできたり、輪郭がしっかりしたりする。あとはステージに立ってるような謎演出がされたりするモードもある。さらに被写界深度も撮影後に編集できるようになりました。手前をぼかしたかったら手前をタップ、背景をぼかしたかったら背景をタップ、わざわざポートレートを選んで撮影しなくても、人物や犬、猫なら自動で検出して後から被写界深度つけれたりもする。てかこのボケ機能さ、8になかったので、もう未来すぎてどうなってんのかな、意味わからん。画像データに奥行きデータみたいなの記憶してるのかね。次世代のポートレート搭載とか言われても、一つ前のポートレートも知らないから、時代をワープしたみたいな感情。個人的に iPhone のカメラ、他のカメラに比べてすごいぞってところは手ブレ補正。8と比較するとこんな感じ。はい、8のカメラ割れてます。でも割れてても画質の違いはね、もうはっきりわかる。この画質でここまで自然に強力な手ブレ補正があるカメラって iPhone くらいしかないんじゃないの。画質や暗所性能に関しては一眼には余裕で負けるけど、手ブレ補正の完成度はすごいし、 Vlog に使うなら一番バランスいいカメラだよね。素晴らしいぞ iPhone15。 ちなみに iPhone のカメラって外側はね、サファイアガラス使ってるらしいから傷が全然つかないんだけど、このレンズの中が壊れちゃうみたいで、これ8のカメラなんだけど、見た感じね普通だけど、見えない中身はバキバキに割れてる。落下には注意です。15のカメラが落下してバキバキになったらマジで泣くわ。そして今回の注目ポイント、ライトニング端子がついに USB-C に変更されました。いろいろなデバイスと充電コードが統一できてすっきりできるので最高。ライトニング端子の方が差し込みやすかった気がするけど、壊れやすいケーブル使わないで済むのは助かる。うちのライトニング全部壊れかけだし。あとは転送速度について、 YouTube では Pro 15は USB3 なのに、15無印は USB2.0 で古臭いと叩かれています。そうなんですよ、 Pro は転送速度が速いんです。でもそんな速度いらんいらん。だって去年の iPhone14 Pro Max も USB2.0 と同じ速度だったんよ。それで不便だったことある？ないね。まあ速くなったらすごく嬉しいけども、私はね、このデメリットの部分はギリギリ我慢できるかな。長尺の 4K 映像を撮るとかだったら USB3 は欲しいけど、私はねフル HD で映像撮影してるし、2.0 でそこまで不満なかったかな。遅いなーって思ったことは時々あるけど、だいたいねクラウドでいつもは送っちゃうし、充電速度も違いはあるのかもしれないけど、公式では 20W 計測しかされてないので詳細は不明。でもダメなところがある方が
可愛いもんよ。他にはプロにあって無印にはない機能で気になるものですが、常時点灯、これはね少し気になる。私はねイラストレーターなので、仕事のやり取りメールとか常時点灯だったらすぐ気づけるから便利そうだなと思っちゃう。でもイラストの修正指示、まあ、書き直してください的なメールは絵描いてる時には見たくないし、集中切れるので絵描きにとってはね常時点灯便利だけども諸刃の剣な気もする。ただ iOS17 で追加されたスタンバイモードっていうのがあるんですけど、この時計を表示して通知もしてくれるみたいな機能ですね。これ使うならね常時点灯欲しいかもね。常時点灯ないと消えちゃうから何がスタンバイなんだよって感じになっちゃうし、まあ私はスタンバイモード使わないと思うからいらないかな常時点灯。でも憧れはある。そしてケースです。悩んだんだけど iPhone ケースは純正のシリコーンケースにしました。新色のウィンターブルーです。この iPhone のために作られたような色だったので、実物を見ずに Apple を信じて買ってみました。お値段は7980円、ぼったくり価格なんだけど Apple のロゴが入ってるから買っちゃうのよ。 Apple 神社ではないんだけど欲しいよね、リンゴマーク。そしてこのウィンターブルーですが、通販の画像を見るとドラクエのスライムみたいな色なんだけど、実物はこれより暗めです。果たして iPhone15 のブルーと合うのか。いい感じ。でもやっぱり何もつけてない時の方がいいね。元の色がかっこよすぎる。ちなみにマグセーフも対応してます。てかこのシリコーンケースのリンゴマークの上あたりに、私のだけかな、バリみたいなのが出てきてボコボコしてるんだけど、これ仕様なのか不具合なのか謎ですね。手に持った時ちょうど人差し指に少しだけ出っ張った部分が引っかかるからめっちゃ使い心地悪い。普通のはツルツルしてんのかな。そして保護フィルム。保護フィルムは YouTuber が案件で絶賛してるニマソという謎の中国製ガラスフィルムを買いました。2枚入りでお値段1200円。本当は Apple 公認のベルキンのウルトラグラス2ガラスフィルム買いたかったけど、このフィルム Apple Store で買うと6000円くらいするんだけど、 Amazon だと Apple ブランドなし版が売っていて、これがね3000円。でも Apple Store に気を使ってか、iPhone15 発売日の後にしか Apple ブランドなし版は発送されないので、待ちきれずにニマソにした。感想というと箱がしっかりしてるし、ガイドがついてて貼りやすかったですね。触り心地も悪くない。失敗した時2枚ついてるし安心感はあります。私は早速失敗して2枚目使いました。ガラスフィルムってカチカチで貼りにくいんだね。正直パッケージングだけなら1200円以上のクオリティでも、肝心なのは落下時にちゃんと守ってくれるのかどうか。それまで良し悪しはわからない。とりあえず失敗したフィルムをペットボトルの底でぶったたいてみたんですが、まあ、割れなかった。頼むぞ保護フィルム。他に買ったのはマグセーフの車載用のスマホホルダーです。これはベルキンのやつにしました。4000円前後です。しっかりくっついてはいるみたいだけど、まあ、落ちないか不安すぎますね。マグセーフなんとかなれ。今回紹介したアクセサリーは概要欄に貼っています。そして8の指紋認証から顔認証のフェイス ID に移行して不便はなかったのかですが、私2020年モデルの iPad Pro も持ってるんですが、これね画面でかすぎるからかフェイス ID の範囲が顔に入らない時がよくあるので、いつもパスワード入力を求められてフェイス ID に全くいい印象がなかったんですが、 iPhone のフェイス ID はすぐ顔認証してくれてすごく使いやすくてびっくりしました。指紋認証だと手で握って画面に持ってくるまでにロック解除できるので、これ以上のものはないって思ってたけど、フェイス ID も顔に持ってくるとかなりの速度でロック解除してくれるので、指紋認証から顔認証に移行してもまあちょっとは違和感あるけど、そこまで不便はないですね。8からの買い替えもおすすめできる。
あとは少し重さを感じますね。やっぱでかいです、8カラーだと。まあしばらくしたら慣れるでしょう。そしてやっぱり USB-C になったのは非常に便利。 iPad や Mac やら他デバイスがこの1本のケーブルで充電できるのが素晴らしい。ライトニングからの開放感が味わえるのは iPhone15 シリーズカラー。それでは今回はこの辺で。チャンネル登録、いいねボタン、 X のフォローにコメントなどよろしくお願いします。